それでは白井谷キャンプ場出発です。どうも。同じとこで休憩です。さあ出発です。
天狗荘に向けていきましょう。目黒荘見えてまいりました。
到着。目黒荘出発です。すごい人です。目黒荘で何か食べろうと思ってたんですが、全然お話になりません。撤収です。こちらから湯沢に降りていきます。この大渋滞をなんとか避けましょう。さあ湯沢です。